土地アイカは、いちごの栽培品種。栃木県の代表的ないちごの品種である土地を止めい、工病にかかりやすいことから、大病性がある品種として、栃木県農業試験場いちご研究所によって、開発された。酸味を抑え甘さが際立つのが特徴で、一般消費者への販売を施行した品種である。土地、アイカの名称が、一般投票によって決定するまでは、 土地に三3 7号と呼ばれていた。2018年に品種登録が申請され、2019年より商業生産、流通が行われている。土地、アイカの断面土地アイカは、大病性が高いため生産者にとっては栽培しやすく、酸味が弱く甘いため消費者が食べやすいという特徴を持つ。また、単位面積あたりの収穫量が土地とめの点三倍あり、 既存品種より早い10月下旬から出荷できるという生産面の優位性がある。生産者と消費者の双方にとってメリットのある品種であることから、栃木県は土地乙女と並ぶ、あるいは土地乙女を超える主力品種に育てていくことを目指している。既存品種の土地乙女が業務用と一般消費用、スカイベリーが贈答用との位置づけにあるのに対し、土地愛川、 一般消費者をターゲットとしている。また、土地を止めよりも身が固めであることから長距離輸送が可能となり、関西方面への出荷や日本国外への輸出も視野に入れている。形は円錐型で、ヘタの部分がこんでいるため、身を半分に切ると断面がハートの形になる。これを活かして、クリスマスやバレンタインデーなどの季節行事での訴求が期待されている。 2019年11月から12月にかけて、栃木県農業試験場をいち研究所が181人に、対して品種名を伏せて、土地乙女と食べ比べを実施したところ、甘味、酸味、外観、食感、香りの5つの評価項目すべてで、土地愛家が土地乙女を上回った。老若男女を問わず、栃、愛花の方が評価が高く、特に女子大生は85%が、 土地、愛花の方を購入したいと回答した。栃木県は、新田一郎がイチゴ栽培の普及に尽力したことで、1968年以降、イチゴ生産量日本一を継続し、2018年には、県がイチゴ王国を宣言した。栃木県のイチゴといえば、土地乙女とスカイベーリーが品種として定着しているが、産地ごとに独自の品種があり。 熾烈な競争が切り広げられていることから、新品種の開発も続けられている。土地乙女の欠点改善を目標として、2011年に、栃木市の栃木県農業試験場いちご研究所で、新品種の開発が始まった。後輩開始から7年をかけて、栃木県では10番目となる、いちごの新品種、栃木 i 十七号が完成し、品種登録を申請した。 2018年11月13日、農林水産省は、栃木愛37号について、出願公表した。11月15日に、全国農業共同組合連合会、栃木県本部が主催する、一号王国と、地ぎ流通婚談会の席では、栃木県知事の福田富一が、早速新品種の売り込みを行った。2019年3月26日に、栃木県は、 土地に I37 号を普及品種に指定し、6月6日には、イチゴ研究所が観光イチゴ園経営者、または直売のみの生産者の中から最大5個を対象に苗の優勝配布を行うと発表した。配布対象がこの条件になったのは、苗の供給の都合と観光客へ新品種を訴求したいという思惑があったからである。同年の 栃木愛37号の作付け農家は65個で、栽培面積は2.5ヘクタール、見込み出荷量は125トンであった。7月には、栃木県の特許庁への商標登録出願状況から、新品種の名称候補は、秋根、土地明かり、土地、愛花、土地丸、恵美花、土地令和の6つであると下付新聞が報じた。2019年は、 台風19号が襲来し、被災した農家もあったが、10月28日に4個の農家が356パック9 6ラムを初出荷した。この時点では名前が決まっていなかったため、栃木 I37 号として出荷した。ハガの農業共同組合の2020年産の栃木 I37 号の販売額は、 試験販売という位置づけであったため5900万円と少なく土地乙女の88億7600万円とは大きな開きがあった。2020年7月28日、福田富一知事は定例記者会見で土地に三3 7号の名称が土地愛家に決定したと発表した。2019年10月から2020年3月まで行われた。 一般投票で最多の2782票を獲得した名称であり、愛されると、ちぎの果実という願いが込められている。10月30日に土地、愛花の名称決定5発の出荷が行われ、45kg が大田市場などへ流通していった。同年は250個が16ヘクタールで栽培し、12月に本格的な出荷を迎えた。栃木県と、 農業共同組合は2021年シーズンを市場評価を受ける勝負の年と位置づけたが、コロナ禍のために試食会などの対面での宣伝が難しいことから専用ウェブサイトや動画などを作成し、オンラインでの広報を進める方針である。2021年1月、スイーツパラダイスと資生堂パーラーのイチゴフェアで、土地愛化が対象のイチゴの一つに選ばれた。 ありがとうございます。